変長らくお待たせいたしました。ただいまからウエスタンリーグ公式戦杉本昌司シリーズオリックスバファローズ対中日ドラゴンズ29回戦の予定スターティングラインナップ並びにアンパイアをお知らせいたします。中日ドラゴンズ1番指名打者田中、指名打者田中、背番号2、2番ショート井口、ショート井口、背番号97、3番センターブライト、センターブライト、背番号42、4番ライト宇藤、ライト宇藤、背番号4、5番サード高橋周平、サード高橋周平、背番号3、6番レフトアキーノ、レフトアキーノ、背番号9、7番セカンド溝脇、セカンド溝脇、背番号41、8番ファースト宮、ファースト宮、背番号43、9番キャッチャー山浅、キャッチャー山浅、背番号57。ドラゴンズ先発ピッチャーは鈴木、ピッチャー鈴木、背番号46。そして後攻オリックスバファローズ1番指名打者池
池田龍馬。背番号39。2番ライト佐野光大。背番号41。3番ショート大城浩二。背番号10。4番レフト北亮斗。背番号38。5番センター杉沢龍。背番号33。6番ファースト石岡亮太。背番号00。7番セカンド佐野幸和。背番号60。8番サード源健大。背番号27。9番キャッチャー福永翔。背番号32。バファローズ先発ピッチャーは村西亮太。背番号22。アンパイアは球審宮舘、塁審一塁松本、三塁西澤、公式記録員は小熊。以上をもって行われます。なお本日の試合はウエスタンリーグ規定により延長10回までといたします。あらかじめご了承くださいませ。引き続きお客様にお願いいたします。試合中スタンドに入りますファールボールは大変危険でございます。野球の影響にはくれぐれもお気をつけくださいませ。特に横浜連れの方はご注意願います。またファールボールは回収させていただいております。キャッチされた方はお近くのスタッフへお返しください。プレーボールは13時午後1時の予定でございます。試合開始まで今しばらくお待ちくださいませ。